女性のセリフに隠された本音は「誠実そうですね」ほう誠実そうですねって言ってると見せかけて本音はこれで顔が良ければな <laughs> 要は恋愛対象外26歳金融すらじゃあ俺も今後例えば誠実そうですねって言われたら顔が良ければなみたいなことを思われてるっていうことなんだよね 女性のセリフに隠された本音は話しやすいですね。話しやすいですね。え、この本音なんだろう話しやすいけども、なんか子供っぽいとか話しやすいけど。え気持ちよく会話ができる男はかなりポイントと、あ、本音だから悪いことに必ずしもなるわけじゃない話しやすいですねってどんどん言って <laughs> 言われたいわ。 女性のセリフに隠された本や、ね。こんなの初めて。<laughs> 初めてじゃないんだろう。分かってるぞ。なわけねえだろ。本当に初めてならそんなこと言ってる余裕はないと思う。25歳専門学校講師。確かにそうかもしんない。講師が言うなら間違いないな。本アプリは、実在する女子学生 OL、人妻のべ1600人にアンケートを行い。 えー、現在女性独特の意味深な言語表現の、えー、読解を試みた究極の恋愛事象であるほうすごいなんかかっこいいな上昇ま,まずはこれ衝撃12世あざとすぎ女の本音辞典ということで、えー、これでちょっと女の本音というものをね、えー、学んでね騙されないように、えー、勉強したいと思います上昇やってみるかほい読む あなただけ。あなただけ。建前。あなただけ。本音を見る。みんなに言ってます。<laughs> まあ、そうだろうな。あなただけ。こう言われると悪い気はしない。しかし、100人中75人がみんなに言ってますと回答して、そうだよな。ちゃんと、ちゃんとアンケート取ってるんだもんな。女からすると、男を言いなりにする魔法の言葉なのである。 優越感をくすぐると、大抵のわがままは聞いてもらえる。わがままを言うときや、おねやりするときの基本でしょ。参っちゃうな、などとにあげて、しりけつの毛まで、えー、しりけの毛までむしられかねない。あなただけ。じゃあ、これはもう俺信用しちゃいけないワードってことだね。あなたといると癒される。楽、楽ってことなんじゃないの楽っていい意味でも悪い意味でも、楽って意味なのかな 付きき合いたいいたときめかないけどあ癒される。あなたに狙いを定めましたアピールだとか言うと男としての魅力はややかけるという意味でも使うという女性が6割近くいることを考えると手放しで喜ぶわけにはいかないようだ。あでもこれはでも言われても悪くはないってことか。まあそうだよなあなたといると癒されるってことはドキドキあんましないみたいなことかもしんないよな男としてグッとくるわけじゃないけど一緒にいて楽というのは 付き合うかどうかを決める上で結構重要。と、感触はそう悪くない。頑張っているけなげな私をアピールする建前としても使われる。ああ、癒されるという効果的。対策。よっしゃ、もっと癒しやるか、などと現状に甘んじている場合ではない。次に目指すべきステージは、癒しかっこいい男。癒し系なのにちょっぴり強引というキャップで揺 <laughs> さぶりをかけ、男としての魅力をアピールしよう。なんだそれ。 癒し系なのに強引って意味わかんないんだけど私服だと雰囲気違うねこれねなんかスーツとか着てて私服着た時にあちょっとなんかラフな観光でちょっとなんかいいねみたいなこれはいい意味で使われるんじゃないのねスーツだとわからなかったけどダッサマジかよスーツ姿とのギャップに惚れ直してるわけではない黙って見過ごせないほど私服のセンスがダサい とえ私服のセンスがないときの、なんていうんだこれ、品質品質表現。ダサさを自覚していなくて褒められたい、褒められたと勘違いするのがまた痛い。あー、なるほどね。スーツだとわからなかったけど。雰囲気、雰囲気違うねじゃなくて、もう普通にスーツ、普段の私服いいねとか、センスいいねとか言ってくれるよな。元彼が忘れられない。これはもう建前すぎるよね、これ。本音だよね、絶対。 お試しデートはしたけど、あなたはそれほどの魅力を感じながら、<laughs> もう見るの嫌だ、もう見るの嫌、ちょっと待って、この建前を、をこの、12線じゃないの、ちょっと、あえて、良さそうなのは、なんか女同士編とかちょっと見,た見てみたくない女同士がどんな建前を言ってるか、男の俺にはもう、いも見当もつかないですからね。まる先輩ってモテるんですよね。後輩の女が先輩の女に言ってんだよね、これ。 全力で、よいしょしております。女の先輩、後輩における、鉄の掟を感じさせる建前。合コンでは先輩を立てておかないと後が怖い。よいしょしないといけないから、正直先輩とは合コンに行きたくないという声も。呼ばなければ呼ばないで、さらに恐ろしい思う。女の世界って怖いなまあ、女芸人とかなんかね、こんな感じだったりもすんのかないや、どうなんだろうなまあ、男もそんな感じかなでも。ね。 まるまるちゃんってモテるんだよーって逆になんかビッチだよって言ってるんじゃないのこれ男関係たらしないよやっぱそうなんだなモテるイコール男の出入りが激しいと印象づけて好感度を下げようとしているやっぱ合コンでのなんかそういうなんか建て前みたいなの多いんだな私可愛い女の子好きだから嬉しい飲み会で 逆に可愛いアピールしてんじゃない自分が可愛いものが好きっていうことで。早く帰れよ。マジかよ。誰が呼んだか飲み会で若くて可愛い子が来た時の建前。若い女に嫉妬しているなどと、絶対に思われたくない年上の女のプライドがにじむ。ああ、そうか。嫉妬してるとは思われたくないよな。可愛い女の子が過ぎとはしゃぐ女に限って、若い女を目の敵にする傾向がある。同性の目はごまかせないようだ。 怖い怖い女友達の自虐ネタにそこまででもなくない自虐ネタってことはあ私なんかブスなのよねと,言ってとか言ってるのをそこまででもないよみたいなことを言うってことかなその通りだね女怖いよあらゆるネガティブなコメントへの切り返しとして使われる否定しているように見せかけているが内心では相手の意見を全力で肯定している 否定してあげたいのは山々だけど、さすがに白々らしいよね、という時に使えるフォロー。まあでもね、そんなこと言って、いや、そ,うそんなこともないよって言わざるを得ないよね。これ女とかだけじゃなくても、もう男もまあね、まあ、ある程度のマナーというか、傷つけるわけにいかないみたいなとこあるからね。ほうほうほう。うわ、いっぱいある。自然体の子。これ化粧とか、逆になんか芋臭いみたいな。 余計のない子。やっぱそうなの。ああ、そうだよね。なんかすっぴんとか、なんか子供っぽいとかそういう感じのことは逆に言えば大人っぽくないっていことでもあるから、うん。化粧っ気がないとか、ナチュラルとかいうのは、プラスの意味にすべて捉えられるわけではないって感じなのか。青い湯っぽい。はは。なんだそれ。しかもロックされてるから見れないじゃん。ほうほう。 すすすぐ太っちゃう分かりりまま胸には自信ありまーす <laughs> どんなにほんわかとした雰囲気がたどっていようとも体型トークは女の優劣を競う戦場だと心得たい謙遜フレーズかと思いきや「すぐ太っちゃうわ」はむしろ豊満なバスト自慢文字通り胸を張っての堂々アピールなんだかんだ言って男はぽっちゃりしてる方が好きという優越感すら見え隠れする なんか、胸とか重いからなんか、いらないよって言ってる人に限って、言うてそれはなんか自分の武器だと思ってるっていうのは聞くよね。うん。じゃあ、貧乳になりたいのって言ったら、いや、それは違うよって言いそうではある。私、全然胸ないから羨ましい。ダイエットって続かないよね。そう、続かないんです。あ、諦めた人に言ってんのか。 それだけ食えば太るよ。解説少ないもん。痩せたいとこ言う人に限って常に食べている。やめてください。そういうこと言うのやめてください。なるほどね。ということで、まあいろいろありますが、これ読んでいくとちょっと信用、女の人を信用できなくなりそうなので、ちょっとな,なんかね、知らない方が幸せな可能性もあるんだね。 えー、あざとすぎ女の本音辞典でしたでもこれちょっと何か電車とかで読むとすごい楽しそうなんでちょっと続きね、えー、適当に読んでみたいと思います、えー、ご視聴ありがとうございました皆さんも気をつけてくださいねレトルトさーん <laughs> オッケー